はいどうも、ね、というわけで本日もファイプロ実況を始めさせていただきます。本日は寺西勇選手の紹介という形で、マイティ井上との一戦をお送りしたいと思います。では試合開始です。かなり渋い対決でしょう。寺西は、前日に上がっていたことはあるはず、が新日から前日に行ったということがありますが、マイティの上はもう前日でずっといたはずということで、この2人の接点はあったのでしょうね。あまりちょっと記憶にないですが、テクニシャン同士の、戦いだと思います。で、今、見ていただいた通り、どちらかというと寺西勇は、小兵ですごく動きがいいと、あのタイガーマスクが最後新日を最後にした時の対戦相手が寺西というのは、かなり有名な話だと思います。正直子供の時にタイガーマスクの活躍を見ていて、寺西でいけんのかよとかって思うようなことはいろいろあったんですけど、他に駒がいなかったんですよね。離脱や何やかやあるかないかぐらいだったと思うんですけど、まあ、それでも寺西はいい仕事をしてくれるテクニシャンのレスラーだと思います。で、寺西サムはテクニシャンであるんですけども、丸め込みだけではなくて、寝技も使えて飛び技も使えたりすると、そういう意味では意味でのテクニシャン対決ですが、マイティ井上は、もう完全に丸め込みで攻めていくレスリングをしてくれるはずです。この戦いも試合の後半になってきて、お互いのダメージが高くなってくると、寺西は、丸め込みと寝技を混ぜて3カウントもしくはギブアップを狙ってくるはずですが、マイティーの方は後半になると完全に丸め込みだけで狙ってくるはずです。この今マイティーの腕攻撃も実は腕で最後ギブアップを取るような、ロジックにはなっていないはずです。いません。このようにですね、今出ました膝十字、このような技で、寺西は攻めていくはずです。さあ試合時間は5分経過しました。お互い一進一退というところ、ちょっと寺西の方が押されている感じか。しかしバックドロップが決まりました。寺西の得意技の一つですね、バックドロップ。そして、ロープブレイクですが、出ましたストマッククラッシャーですね。これは寺西が後半ボンボン出てくれます。レフェリーカウントも1。さあここで出ました、前に落とすタイプの技ですね。これでカウント2まで入りました。ここは連続で寺西が技を決めていますので、ちょっと押している状態です。この技いいですね、グランドの上半身のコブラ。この技は大好きで、いろんな選手に持たせたいんですが、持たせすぎでちょっと困ってる感じですけどね。と出ました。これは人によったらいろいろありますけども、いや名前が変わってきますけども、神風とかね、ドロップキックを外れるという珍しいシーンを見ることができましたが、さあ試合時間は7分を過ぎてきました。寺西がやや優勢という感じか。前に倒れ込んでいって4の字固め出ました。いいですね、理にかなった攻撃、膝十字への布石という感じでしょうかね。ただあんまり関節技が強いわけでもないですね。さあスモールパッケージホールド入ったが、カウントは2。さあ徐々に寺西が押していくが、マイティ井上はどうするか。コーナーポストに倒れ込んだが押し返して三角締め、じわじわとグランドで、攻めていきますね。マイティ井上としては、出ました、ここでカウントが入るが2、まだ2、ちょっと余裕があるでしょうかね。連続ですね、この抑え込み、丸め込みですね、丸め込み系は、気力を奪って、素晴らしい、連続して、これはちょっと寺西らしさが出てるんじゃないでしょうかね。地味な試合ですが、これはかなりいい試合だと思いますね。名勝負。そしてグラウンド真ん中に寄せてからのグラウンド、
マイティはちょっといいところがありませんね。試合時間は間もなく9分30秒。さあカニバサミで倒しておいて3セットフリップが出せない。これは厳しい。ロープに投げてもたれさせた。さあ次こそ、しかしまたここでスモールパッケージホールド。寺西のスモールパッケージホールドが光ります。川津垣、川津落としから、さあどうする、膝十字固め。あ、これはマイティのかなり苦しいですね。試合時間の方が10分経過しました。さあそろそろマイティとしては少し技をつないで押し返したいところですが、ロープに投げて何が出る、ドロップキック出ました。これも寺西の代名詞の技ですね。これはいい試合。そしてまた連続のドロップキック、ドロップキックを連発するというね、なんとかこの設定をしたかったんですが、ああ行きました、フライング飛んでいきました。もうなりふり構っていられないといかんでしょうか。そしてジャックナイフはカウントが入らない。ここまで差が出てるのか。これはマイティの厳しいですね。ロープ際、これはブレイクになるでしょう。さあなんとか一つの技を返したいマイティのに対して、テクニカルクリップで倒してからギブアップ。あ、レフェリーのチェックが3回入りましたね。この3回ということはかなり厳しいです。さあトーキックからポーズをして、さらに締め上げていきます。これは厳しい。マイティーの上、このまま行くのか。試合時間は12分を経過しました。それほどでも締め技のダメージ、攻撃力が強くなかったはずなんですね。だからなんとかまだ締め技に入って、もうギブアップさえしなければなんとか粘れるんじゃないかとは思います。さあダブラムスープレックスが返されたところで、マイティーのやフラフラバックを取って出ました、必殺ジャーマン。これは決まった。カウントは3、決まりました。素晴らしい解説をするのにちょうどいい。最後はジャーマンスープレックスで決まりました。試合評価は 66%、マイティ井上対テラニシサムはテラニシサムの13分3秒、ジャーマンスープレックスで勝利でした。では本日の実況はここまでにしたいと思います。ではまた。